755に送りますね。こんにちは。やっほー。みんなは今何タイムですか？今日は何の日ですか？皆さん。やばい、質問の仕方が雑すぎる。お休みですか？っていう感じのことを聞きたかったんです。お仕事ですか？お休みですか？っていう、そういうことを聞きたかった。そしたら何タイムですか？っていう意味のわからない質問しちゃいました。パソコンのカバーあってない。まあいいや、もう。これから仕事、頑張れ、サボり、イエーイ。サボり万歳。今日そっか、新曲披露の日か。今日そういえば本当だ。な、待って、皆さんより先に。え、怒られますかね。ちょっと待ってください。いや、なんかどんな曲なのかなと思って、気になるなと思って、いや、ワンチャンと思って。ちょっと見て、あのね、見てみたら、皆さんより先に新曲を見れちゃう。もう振りとかも、なのでちょっと待って、ダメですか？ダメですかね。ちょっとじゃあ顔はちょっとダメ、ちょっと私は普通に見てみたいっていう願望で。でもあれされてますもんね、イントロのなんか最初のところだけこの間の配信かなんかで放送されましたよね。ちょっと顔ももしかしたらアウトにされるかもしれない。音量注意してね。ちょっと顔でもね、もしかしたらバレてしまうかもしれないので、顔もちょっとなしで。でもめっちゃ画質悪い。これで振り起こせとか無理。
画質悪すぎる。びっくりした、これ誰と思ってさ、この人なんかすごいすごいなんかゴリゴリな人がいると思ったらあのスタッフさんだったなんかこの人めっちゃ筋肉すごいじゃんと思って見たらメンバーじゃなかった。先生っていうかなんかなんて言うんですかね、あのこの振りを作った方じゃないんですけど、あのネモハモのさ、ネモハモとかさ、元カレですとかのさ、なんか練習動画みたいなので教えてくださってた先生、皆さん分かりますかね、男性の方なんですけど、その方でした。だからめっちゃビビった。フリブイのさ端っこでさ、なんか別のスタッフさん、それこそあれをあの選抜発表されてた方が。めっちゃ楽しそうにルンルンしてた。新曲はソフト系ハード系、さあ聞いてください皆さん、ぜひ。ぜひ聞いてください。ちょっと私からは何とも言えないですね。ネバーストップさん、野球ボールありがとうございます。シリアスフレーバー、何なんかやばいやばい味みたいなやばい味みたいな、どういうこと。今日のカウントダウン TV さんで見てください。私はお姉ちゃんの家なので、そうちょっとあれできないんですけど、リアタイ一緒に見よう配信っていうのができないんですけど、え、あれでやらないですよね、 TVer で やらないよね。カウントダウン TV さん
やってくださるなら一緒に見れるんですけど、多分やらないと思うので。振りは覚えやすそうです。さあどうでしょう。何も答えてくれないなら今見るなよって感じですよね。すいません。あ、残念。カウントダウンライブライブは TBS 系列地上波放送でお楽しみくださいって書いてある。残念。ということで一緒に見よう配信はできません。残念でした。てつやさん、チューリップありがとうございます。ハルピョンはなんで呼ばれないんですか。だって使いたいと思ってもらえてないからです。今日全くさ、アイロンとかしてないのにすごい内側に入ってる。だからここら辺がむずがゆい。こんにちは。15時前くらいまで配信をします。で、夜はどうしようかな。ちょっと未定ですね。夜は夜でまた配信するんですけど、明日はちょっと朝早かったりとか、あ、明日は一緒に野球見れるといいなと思ってるんですけど、ちょっとわからないんですけど、見れるといいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。待って、場所を確保してない。あ、やばいやばいやばい、すいません、 YouTube 流れました。すいません、 YouTube 流れました。スタッフさんに場所の確保をお願いしなければいけない。ちょっと待ってね、明日の何時でしたっけ。明日の明日ですが、これプラスで、え、それはやばい、マジそれだったら私やばい、マジや、マジやばい。それだったらもっとやばい、めっちゃ焦ってます。明日見るなら早起き。いや違います、早起きじゃないです。私が配信できるのは
昼前ぐらいなので、はい、なのでみんなは8時から応援しててください。私は見れないんですけど、すいません。そうだからもう試合どんな感じなんだろうってドキドキしながらですね。あとは そうだな、お昼ぐらいまでしか配信できないかもしれなくて、ちょっとそう別のレッスンがあって、明日はもう忙しいんです私。いやでもなんかみんなの前に出れる忙しさじゃないから、そう申し訳ない、レッスンとかの忙しさだから。そうなんかもう発表されてるし、4月の30、うん違う20、石川のやつだったりとかのあれなので、もう発表されてる忙しさなので、そうなんか嬉しいお知らせだよみたいな感じじゃないから、ちょっと申し訳ないんですけど、すいません。そうなんですよ、だからまあ頑張るよっていうお知らせでした。はい、頑張りますっていうお知らせですね。あとはまあいいか、あとででいいや、ごめん眠たい、うん、今日は10時ぐらいに起きました。6時間何をやっていたんでしょう。まあ明日の振り起こしだったり、何やってたんだろう本当に、待ってなんか本当なんか一日の終わりに今日なんか何やったっけって考えた時にあれみたいな、こうなるのが一番すごい嫌なんですけど、でも毎日こんな気がする、なんか前何やってたっけ今日みたいな、なんかさ悲しくなる、あれ何もしてないみたいな。そういやしたんですけど、何してたっけってなるのがすごい嫌です、うん、なんかもっとさ、いや今日はレッスンもしたしみたいな、なんかいやもうほんと頑張った今日一日って言える日に毎日したいんですけど、なんかできてない、気づいたら4時気づいたら4時でした、16時、うん、やばっ、気づいたら4時って新曲書けそう。気づいたら16時ぜひ書いてください、うん、ぜひ書いてください、気づいたら16時、なんか昨日ここら辺に髪あった時にこうなって、なんかふとは髪切りたいって思ったんですよね、切らないんですけど。はい、髪切りたいって思っちゃった、ふと、でも絶対後悔するから切らない、アイドルでいる間は、うん、絶対後悔する、
らないです。いやもちろんなんて言うんですか、このなんか毛先を整えるとか前髪を切るとかはしますよ。でもそのバッサリいくはないと思います。意味なんかはないけれど突然。新曲歌ったと思ったでしょう、ランナーズハイでした。意味なんかはないけれど突然走りたくなるような。テレ東さんでめっちゃ聞いてた。テレ東さんの企画なんていうの、東北旅の時に歌ったことなかったから、ランナーズハイ、これまでなんか聞いたことはあったけど歌ったことなかったからめっちゃずっと聞いてた、あの移動中とか。そうだから知らなかったんですよ私。だからそのテレ東さんのその会議にも参加してないから何の曲になったのかも知らないしみたいな。ランナーズハイ、テレレレレレレ、なんだっけ、どんなんだっけ、ランナーズハイ忘れちゃった。どんなんだっけ。で、忘れたわ。で、意味なんかはないけれど突然走りたくなるような。合ってる。忘れた。バージョン R さんハートありがとうございます。ぴょん新曲歌っちゃうんじゃないかな、今聞いたばっかりだしってヒヤヒヤしてるそこのぴょんずの皆さん、残念ながら一回聞いただけでそんな歌えるようにならないんで私。はい、50回聞いても全然歌えるようにならないんで大丈夫です、ご心配なく。しかも歌っていうより振り見てたさっき、こんにちは、どんな振りなんだろうっていう振りを見てましたね。できそうですか。さあ私ができそうかどうかはぜひ今日のカウントダウン TV ライブライブを見て判断してください。まあただいつかはやりますよね絶対。 AKB のシングルをこれまで披露してこなかったってことが、加入してからねシングル表題曲を披露してこなかったってことがないので、加入してからの曲はそうだから、いつかはどこかではやると思いますよ。はい、もしかしたら明日からやるかもしれないし。わかんないですから。それよりチーム8の楽曲が気になりますだって。そうですね、あれタイトルもう出ましたよね。出た出た、さよならじゃない、どんな曲なんでしょう。お楽しみに。
こういう時にどんな曲ですかって聞かれてさ、答えるわけないじゃないですか、メンバーって。なんで聞いちゃうんだろうね、みんなって。ね、なんでだろうね、聞いちゃうよね。でも絶対答えないじゃん、私たちって。ね、なんで聞くんですか。まあ最悪口滑らせてくれみたいなあれですかね。楽しみでしょうがない。あ、どんな曲なの、楽しみにしてねとしか絶対言わないですよ、私たち。うん、やばい、ランナーズハイどんな曲だったか、ちょっとすごい今頭の中どんなだっけ、マジで忘れた。え、本当にどんなんだっけ。のるちゃんは前作の鼻歌してしまった。そうなんだ。でもバレなくない、前作のやつイントロとかテレッテッテレッテレッテッテレッテレッテッテレッテッだから、もう今のは完全にサザエさんだけど、あ、別にサザエさん歌っただけなんでって言えばバレなさそう。うん、前作か、前作じゃないか、今前作はリップグロスか。リップグロスもいっぱいやりましたね。でもタイトルはもう出てますよね。どうし、やばい、これでタイトル出てなかった、やばい、どうしよう。もう絶対大丈夫、ジャケ写出てんだから、それでタイトル出てなかったらめっちゃおもろい。どうしても君が好きだだっけ。チャチャラチャチャ、意味なんかはない。やばい、ずっと頭の中そこだけしか流れてない。え、本当にちょっと待って、気になる。気になったら聞きたくなる人。そして暇だから歌いたくなる人間。
私カラオケするとき映像倉庫。完全に忘れてた今。そうだ、切るの忘れてた完全に。てつやさんミラーボール6個ありがとうございます。消えるから秘密大丈夫だ。秘密あ、私の偉い誰かが言ってた、勝ち負けじゃないんだよ、参加することに意義があるって大切な花言葉ね、汗かして涙出ちゃう日がやってくるかもしれないけど、今しかできないことも経験できるんだ、緊張の中で甘えていない、今のうちチャレンジを。しなくちゃもったいないでしょ、忘れたし、あの今完全に映像倉庫のことを忘れてたっていうことへの罪悪感、今日意外と覚えてないんだなって。映像倉庫もなんかマジもうなんかテンションだだ下がりなんですけど、映像倉庫完全に忘れてた今。あんなにいつも気使ってたのに。ありがとうございます。いや急に聴きたくなって、急に歌いたくなって、急にカラオケ始めちゃったら完全に忘れてました。すいません、お許しあれ。完全に忘れてた。てつやさんミラボル6個ありがとうございます。普通になんか歌ってほしい曲ってあります？あまりに自然にイヤホンをつけません本当にすいません、完全に忘れてました。新曲、まあ、今の時点での AKB の新曲って久しぶりのリップグロスなんではい、今の時点での新曲はね、はい、まだ出てないんで世に。最初のイントロの 0.5 秒ぐらい、1秒ぐらいしか出てないんで、今の時点での新曲はリップグロスですけど、いいですか？てつやさんなんか歌ってほしいのあれば。
きしめちゃいけないめちゃいけあるかな。あった。歌い出しの最初の文字はごめんなさい覚えてないです。すみません覚えてないです。マジで覚えてない。Thank you.
くんありがとうございます。てつやさんの分2個ありがとうございます。ゆういちさん、さくらみやこさん、さゆむありがとうございます。ありがとう。なんかさ、公演の話しててさ、ふと思ったんですけど、あれ4月6日の公演ってどれくらい地起こしでしたっけ急に、あれどれくらい地起こしでしたっけ。どれくらい自分で起こしますか？4月6日の。あれなんですけど。なんかもうわかんないんですよね。なんか同じグループラインのところになんかコンサートのあれを送られてたりとか、もうなんか分かんなくなってきちゃった。無理、考えたくないへへ。何曲ぐらい地起こしなんだっけ。はい、頑張ります頑張ります。まあ、なんとかなるっしょ。頑張ればっていう気持ちで、まあ、頑張ればなんとかなる。頑張んなきゃなんともならない。だから頑張るぐらいの気持ちで頑張ります。スーさんハートありがとうございます。何歌おうかな。5分41秒もあるんだこの曲、すごいね。いっぱい長い AKB。 なんかイヤホンつけちゃって、しかも私残す残さないのこと完全に忘れて、普通にそのままさカラオケ始めちゃったから、なんかあれできないんですよね。そのまま普通の配信に戻れない。なんでダメなんですか？これ残しちゃ。権利的な問題？いいじゃん残してって感じなんですけど、うん、こことか私歌ったことないけど歌えんのかな。めっちゃ聴いてた一時期この曲めっちゃ聴いてた。ゴミ箱に捨てるもう拾ったりはしない。愛しさ丸めてこれきりにするしまくちゃんの思い出よ。しずく公園の前の16人の時のユニットに入ってた曲ですね。仲のいい友達にも相談できずに一人きりで思い悩んだ恋のルール、
いることをずっと知っていたのに奪いたかった、ここを丸めて壁にぶつけようか、そうただのやつあたりで、心を丸めて手のひらの中で小さくなる悲しみよ。すごいコメント全然動かなくなっちゃった知ってます皆さんこの曲。電話すれば声聞けるかな、思うには遠すぎる人手が届かない、私が微笑めば誰か涙を流す、二律ハイハー、愛しさ丸めてゴミ箱に捨てる、もう拾ったりはしない、これきりにする、しまってちゃうの思い出よ。みんな知らないか、何のチームサプライズの曲だ、だから知らない人も確かにいるのか。壁にぶつけようか、そうただのやつあたりで、心を丸めて手のひらの中で小さくなる悲しみよ。私はやってないけど、あの前回の雫公演のあの16人公演の時のユニットのユニットでやってた曲で、私はその時キャンディーだったんで全然この時とは違うんですけど、この曲とは違うんですけど、これは本家さんはこじはるさんとゆきりんさんとゆいさんの3人が本家です。で、すごい。意外とみんなチームサプライズの曲あんま知らないタイプ。でもこの曲なら知ってそう、結構いろんなところで、エイトとかも結構いろんなとこでやってるからこの曲は知ってそう。私も好きな曲、どっかで一回やりたいなって思ってる。君は優等生すぎて、誰から見ても別世界の人だったよ、頭固くて冗談通じない、付き合うなんて絶対ありえないって、偶然会ったゲーセンで一人きり熱くなって、太鼓を叩いてた、カップリングの君は表とは違うよね、みんなが知らない顔に胸がときめいた、そんな弾ける秘密僕だ
りたい、いつか。メガネを取ろうと可愛い女の子、想像できない意外な展開だったよ。素顔のままで二人盛り上がって、本当の君に会えた気がしたんだ。翌日キャラは元通り、そのギャップ楽しんでるの、つまらない優等生。カップリングの君は新しい世界だね、どっちも私よなんてウインク一つして、そんな怖くもタイプ、どんどん惹かれてゆくよ。愛しさが癖になるんだ、君のカップリングイズ。誰かが噂していたよ、君が堅物すぎるって、何にも知らないんだ。クォーツ嫌いはダメさ、見かけとは違うんだ。人は誰ももう一人キャラを隠してる。できることなら両方、光も影も愛して、そう全て手に入れたい。恋の裏と表、赤カップリングの君は表とは違うよね。みんなが知らない顔に胸がときめいた。そんな弾ける秘密、僕だけ独占してる。憂鬱感に浸りながら君をカップリングウィズ。拍手、高い、いい曲です。重力シンパシー公演の方は結構みんな知ってるけど、バラの儀式の方はあんましみんなハヒーって感じなのかな。あ、この衣装って、やば、パソコンから音流れる。この衣装ってこの曲のなんだ。あ、違う、私が知りたかったやつじゃない、間違えた私が知りたかった衣装じゃなかった。目にまつげ入ったかなんかでめっちゃかゆい。さあ、ということで5時前なので、まあなんで5時前に終わるかっていうと、あの音がね、はい音が音なので。終わるよって感じ。はい、日曜日雫出ます。なんか雫出て B 出て、雫出て B 出て、 B 出て B 出て B 出て雫出てって感じなんですけど、合ってた今違った気がする。違った気がする。11日 B 出て、13雫、 17 B、 また B 出て雫出て雫って感じですね。はいとりあえず26日は雫公演出ます。よろしくお願いします。ペコリ26はそうだし、22が、あさってが B 公演で、25は普通にイベントでって感じですね。
え、本当にそれイベントからの公演でちょっとなんかしんどそうなんですけど、まあでもこの間出たばっかりだから、雫はそんな正直振り起こしないから、まあまだ大丈夫。この間エイトで間違えたとこあったかな、別にない気がするんだよね。雫で間違えた振りとか、あ、メイビー一瞬間違えたからそこの確認とぐらいかな。メイビー雫、うん、なんか間違えたって言ってたのはドル分けで、でなんならドル分けはちゃんとちゃんとこの間の公演の時にしっかり頑張りました。ハルピョンとヒダーヤ以外2代目メンバー、そうなんだ。誰出るんだっけ、川原、徳永、橋本、左友、吉田、藤園、山田、服部、ほんとだ。ん、待って、わお、頑張ります。え、そんなことよりさ、昨日のさ配信の時にさ、なんか親指ちょっとなんかささくれできてたからビッて引っぺがしたんですよ。そしたらなんか今日の朝起きたらなんかかさぶたちゃんみたいになってて、で多分なんかの時にカバン持ってたかなんかの時に多分それが剥がれたのか知らないけど、なんか流血事件起きてた。でももう固まってた、でも親指の周りがちょっとなんか流血事件起きてた。はい、絆創膏しておきますということで、それではもうすぐ5時なので配信終わります。でも絆創膏って良くないらしいですよ、なんかそのなんていうんですか、乾燥しないから、ここに湿気が溜まったまま絆創膏になると、そう湿気が溜まったままになるからなんか治りが遅くなるらしい。だから極力このまま放置の方がいいんだって。そんな感じです。また配信夜するとは思うんですけど、ちょっとわかんないので、まあ多分するかもしれないよって話だけここでして終わりにしたいと思います。ランキングいきます。わかんない、しなかったらごめん。配信しなかったらごめん。いきます。1位てつや@はるぴょん大好きさん、ありがとう。夜はそうですね、カラオケ注意したいと思います、ごめんなさい。やるとしたらカラオケ注意します。2位ひでおじいさん、ありがとうございます。3位にゃーこさん、ありがとうございます。4位のバーストパッド、マジックやってみっちゃの髪型かわいよすぎ。公開されましたね、さっき TVer さんでツイッター来ました。はい、後でツイートします。5位マックミックさん、ありがとう。6位ゆういちさん、ありがとう。7位バージョンRさん、ありがとう。8位ほまれさん、ありがとう。9位ベベモンさん、ありがとう。
10位すみちゃんありがとう。11位エレメンツさんありがとう。12位まるさんありがとう。13位えんとつさんありがとう。そして本日のラッキーアイテム事情8位はじゃんじゃじゃんシャチさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またそれも一緒に見よう配信も含めていつかしたいと思っているのでよろしくお願いします。ということでそんなこんなで配信終わります。ありがとうございました。また夜やった時は夜よろしくお願いします。まあ、多分やると思うんですけど、もしかしたらやらないかもしれないかもしれないんですけど、多分やると思います。はい、またその時はよろしくお願いします。それではまたね。ありがとうございました。バイバイ。まだ5時にならないからいいや。夜どっちだろう。カウントダウン TV さん、そうなんですよね、時間次第って感じかな。もしかしたらちょっとやってまもなく AKB ですってなった時に切って、私もねそう一緒に見たいのは山々なんだけど一緒に見れないので、そうそうそう、で切って見て、でまたどうだったねって配信するかもしれないし、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないけど、でもそうなった時はまもなく AKB ですの時にみんなが AKB 始まるってっていうのを教えてくれないと、そうわからないので、はい、その時は教えてください。すいません、よろしくお願いします。そうなんですよね、この今配信してる場所というかお姉ちゃんの部屋のこのところにあれがなくて、テレビがなくて、別のところの、別のところって言ったらなんかお姉ちゃんなんか家何個持ってんのってなるんですけど、そういうことじゃなくて、そうっていうのがあるので、ただ明日の朝もちょっと早いのでそんなに長く配信してら、してられないというかそう明日の朝も早いので、だからちょっとそんな感じです。ということでそれではまた夜できたら夜お会いしましょう。ありがとうございました。またね、バイバイ。もうすぐ5時なんで、さよなら、ありがとう、バイバイ。